ときめきメモリアルガールズサイド2若王子先生一途ルートを本日もプレイしていきたいと思います。前回は1年目最初の文化祭が終わりまして、早くもね若王子先生が有効に突入したところですね。で、早速なんですけれども、まあ見ての通りというか、ちょっとね、前回までのデータですと、このままね、テストを受けると、絶対補修にはならないので、ちょっとね、補修のイベントをね、見るために、1年目のこの冬のね、テストを受けると、補修でね、先生のイベントが発生するので、ちょっとそちらをね、見るためのデータで今、やっているというところです。なのでね、ちょっとそのイベントを見るために、このデータに差し替えてます。じゃあ早速ね、テストをこのパラメーターでね、受けたいと思います。先生もドン引きの結果のはず。テストの結果が発表されてるって言ってたな。よし、見に行こう。そう、しかもなんかそんなつもりなかったの。なんか、芝君いるんだっけ。そこにちょっとびっくりした。来週から1週間補習だ。補習。若王子先生。一週間もあるんです、補習。はあ。すみません。はあ。なんとかしなくちゃ。あ、で、今日は、なんもないのか。はあ、今日から一週間補習か。頑張ろっと。ちっともわかんない。どうしてこんな難しいことを覚えなきゃならないんだろう。あ、若王子先生。どうですか？はかどり具合は。それが、その。やれやれ。ほら、できました。じゃあ次だ。先生が解いてるの。しびれを切らして。若王子先生、すごく楽しそう。ね、よく見てごらん。先生のことよく見ちゃうわね。やっぱり子供の頃から勉強好きだったのかな。どうかした？あ、いえ、若王子先生は学生の頃から勉強が好きなんですか？勉強は嫌い？やろうとは思うんですけど、向いてないのかも。そうかな？本当に？先生は学ぶことが好きだよ。何かを理解するたびに純粋に嬉しい。役に立つとか立たないとか、そんなことどうでもいい。ただ、学べば学ぶほど、君は豊かな人間になる。これは本当のことだ。豊かな人間か。藤本さん。はい。目を見て。はい。頑張れ。君はできる。先生を信じてほしい。なんかこの間も先生催眠術みたいな感じだったけど、今回も。はい。あれ、力がみなぎってくるみたい。デイジーがただ単にすごい単純説が。はい、今日はこれでおしまい。若王子先生、ありがとうございました。
どういたしまして。いつでも、いやいや、補習にはもうならないように。はい。はい、じゃあね、補習もね、受けたところで、じゃあ本当にね、本当のデータの方で、ちょっとね、テストを受けたいなと思います。こっちはね、踏んでる差で、超賢いので。これは1位いけちゃったんじゃない？テストの結果が発表されてるって言ってたな。よし、見に行こう。あ、完璧。完璧。やったー、1位獲得。トップに立てるなんて嬉しい。あ、首席生徒さん発見。先生、そういえば先月なんで課外授業に誘ってくれなかったの？ってことはさ、今月秋のやつがさ、まだだと思うからさ、今月に多分ずれてんだよね。やっぱちょっと部活やると遅くなるね。若王子先生。おめでとう。君は先生の自慢です。先生、鼻高々です。ここまで頑張ってこれたのも、若王子先生のおかげです。あ、そんなこと言うから、先生ちょっと涙が。頑張ってよかった。よしよし。あ、やっと先生来た。お願いね。若王子先生。藤本さん。や、今帰るところ？はい、一緒に帰ってもいいですか？よかった。どうぞどうぞ。よかった、それじゃ行きましょう。しかもバッチリ。今週はバッチリ。いい感じですね。大事なのは毎日の努力です。やったね。今日は練習試合だね。ギリギリ今回も計算が間違ってなければ勝てるはず。あ、言うこと変わってるかな。今日は練習試合の日。相手は第三高校。よーし、今日の練習試合頑張るぞ。や、藤本さん。あ、若王子先生。気合が入ってますね。今日の君は不動明王みたいです。そう、褒められてんのか。ご心配なく、顔じゃないです。背中で炎がメラメラしてる感じってことだから。はあ、それなら OK です。肩に入ってた力が抜けたみたい。いい順位狙えそうだなって言ってギリギリなんですけど、ギリギリだけど勝ちは勝ち。はあ、よかった。藤本さん、勝ちましたね。はい、とっても嬉しいです。筋肉の使い方が良かったね。早くも次の試合が楽しみです。うん、勝ててよかった。先生がいる。よし、やっと来た。そう、私せっかく計算したので、バーゲンで服も安くなるのを計算に入れるの忘れてて、ちょっと計算をしないといけないんですよね。ちょっとうまく買い物をしないと、超ギリギリで買えるはずなんで、ちょっと大丈夫かな？不安になってきた。計算のし直しが必要だから、ちょっと誤差の範囲どうにか変えるといいんだけど、ちょっとじゃあ今日はね、これから準備をしてお買い物に行きたいと思います。よし、超ギリギリだな。ちょっと不安だな。晴れ着って99で買えたかどうかがちょっとまずはちょっとね、スタンプカードを貯めるために。いらっしゃいませ。バーゲン中なので大変お買い得ですよ。普通に買い物もね、ちょっともうあらかじめ計算してあるんで、ちょっと買うって決めましなのね。ちょっと思ったより先生がなんか早く好きになってくれるかもしれないから、なんかあったかい服
とか、なんか春向けの服がなさすぎて大丈夫かっていう問題が、最悪ちょっと流行りの売却ですね。めんどくさいからやりたくないんだけど。よし、これでたまったはず。一回店を出よう。ありがとうございました。いいお買い物できたかも。そしてまたジェスに行くっていうね。いらっしゃいませ。バーゲン中なので大変お買い得ですよ。そうね、ちょっとさ、頼むよ。あ、間違えた。なんかいつも間違えちゃう。あ、97だった。あ、よかった、大丈夫だった、よかった。ありがとうございました。いいお買い物できたかも。今日は学校主催で開かれるクリスマスパーティー。あ、そうだ、パーティーでプレゼント交換会があるんだった。プレゼントを買いに行かなきゃ。さて、何を買おうかな。先生がジューリッチのものを要求してこなくてよかったよ、本当。プレゼントはこれでバッチリ。家に帰って着替えてこよう。クリスマスパーティーには何を着ていこうかな。やっとあのダサいこのジャージを脱ぎ捨てる時はやってきた。このアクセはなんかこれでもせる。よし、準備 OK。 パーティー会場に出発。今年もクリスマスがやってきました。年に一度のパーティーですから、皆さん大いに楽しんでください。ただし、あまり羽目を外しすぎないよう、節度を保ってくれることを期待します。いいですね。では、乾杯しましょう。メリークリスマス。楽しんでますか？あ、小野田さん。友達に会えなかったら寂しいなって思ってたところなんです。あなたを見つけられてよかった。そのドレス素敵ですね。すごく似合っていて、なんだか羨ましいです。そう？ありがとう。私も着てみたいけど似合わないから、そういうのだからいいなって思います。小野田さんに褒められちゃった。私、飲み物を取ってきますね。それではまた。藤本さん、メリークリスマス。なんか心なしか、いつもよりなんかいつもと髪型同じかもしれないけど、なんか違く見えるね。なんか胸元になんかレタス入れてるみたいになってるけど、なんかなんでその色にした。レタスにしか見えないんだけど。まあ、ハンカチでしょうけどね。若おじ先生、メリークリスマス。アーティー楽しんでるみたいで何よりです。いや、今日の君はおめかしさんだ。とても似合ってます。先生のためですよ。ありがとうございます。若おじ先生だってお似合いですよ。藤本さん、もう一声。え？あ、若おじ先生も素敵ですよ。ありがとう。先生もおめかししてきました。先生、そろそろ大人の付き合いにしぶしぶ参加してきます。じゃあ。そろそろプレゼント交換会の時間だ。誰のプレゼントが回ってくるかドキドキ。せっかくだから。おほほ、君にはこのプレゼントをあげよう。メリークリスマス。何が回ってきたんだろう。開けてみよう。スノーコーヒー試飲券。しかも試飲なんだね。
死因なの頭脳コーヒー一体どんな、どこに行ったのかな、どうしたんですか和光寺先生。いや藤本さん、先生の出したプレゼント誰がもらったのか探してまして。いやいや、それだ、君のところに行ったんですね。あ、赤星先生が持ってるのは私が出したものですよ。すごい偶然ですね。なんと、これはダブルでびっくりです。蓋然性は認めますが、そうそうあることじゃない。よし、開けますよ。蓋然性いいですね、これ実は欲しかったんだ。ありがとう、サンタさん。やった、バッチリ喜んでもらえたみたい。さあ、今週課外授業誘ってくれるかな。なんかしばらく行ってない気がする。かかってくるかしら。来ないし、秋の課外授業どこ行っちゃったの先生ちょっとそろそろ寝るか。え、課外授業なくなっちゃったのかな、ショック。今年一年を振り返ってみると、よく勉強をしたな。あ、そうか、バイトしてないもんねこんなところかな。とても勉強をするような女の部屋とは思えないけどお姉ちゃん、何してるの？うん、ちょっと考え事かな。ねえ、例の赤白のあれ見ようよ。見よう見よう。はいはい。今年は誰が出てるんだっけ？じゃーん、持ってきました。週刊テレビキャッチ。今年は白組が勝つと思うんだ。この曲早くやらないかな。ダンスが楽しいんだよね。キラキラしてて、ゆうくん無理しないで寝たら。寝ない寝ない、平気だよ。ねえ、そば食べようよ。そば、俺手伝うよ。まだちょっと早い気もするけど、まあいいか。そうだもんね。やった！何はともあれ、引っ越し早々いろいろあった一年だったな。来年はいいことあるかな。あるでしょう。いや、来年を絶対、てかもうさ、この晴れ着でもしかしたらちょっと好きになってくれるかもしれないよねそしたらちょっと早すぎて逆に服がないんだけど、どうしよう新しい一年の始まり、なんだかすがすがしい気分。あ、年賀状来てる。誰からかな。あ、イタル、あれ、私のこと嫌いだったはずなのに年賀状くれたいい子ね、やっぱり赤堀先生の年賀状はなんかのんびりって感じ。あ、バッグが元素記号だ。あ、ほんとだねちょっと字は相変わらずなんて書いてあるか読めないけど本年もよろしくお願いしますしか読めないね宿題のことを思い出させてくれてありがとう、小野田さんあれ、誰だろう。若王子です。明けましておめでとう。あ、若王子先生、明けましておめでとうございます。今日はどうしたんですか。先生、これから初詣に出かけます。君も一緒にどう。はい、喜んで。よし、一ずれゲット。それじゃ、支度ができる頃に迎えに行きます。ナッチも道ずれゲットって言ってた気がするな。はい、わかりました。どうしよう、何を着ていこうかな。この、気づいて頑張って買った晴れ着をね。ちょっとさ、服が、万が一さ、好きになってもらえたら、ちょっと服がなさすぎてどうしよう。や、明けましておめでとう。あ、先生の私服、嬉しいな。明けましておめでとうございます、若王子先生。
やや、振袖だ。自分で着たの？すごいな。着付けてもらったんじゃない？はい、ちょっと張り切ってみました。いいですね。お正月っぽい。ぐんと見違えました。よかった。若おじ先生気に入ってくれたみたい。さて、お待たせしました。それじゃあ行きましょう。見てください。この賑わい、ワクワクします。ほんと、たくさん集まってますね。露店もいっぱい出てます。おや、あれは何だろう？絶対さ、他の生徒に見つかるよね、これ。あ、若おじ先生、はぐれますよ。すいません、その通りです。なんだか、君の方が先生みたいだね。そんな気がします。今年は何をお願いしようかな。いや、これね、かなり悩むな。どうしよう。普段だったらさ、絶対学業なんだけど悩む。恋愛成就に行くかどうか。いや、ストレスを下げるっていうのもなくはないんだよな。悩むな。学業は今のところ学力結構、あ、でもそんなでもないか。悩むな。こんな悩むの初めて。いや、でもそのときめきどうで、そんな上がんないんだよね。学業にしとくか。今のところかなりいい感じだからな。成績が上がりますように。その願い叶えて死んぜよう。あれ、なんか叶いそうな気が。ちょっとおみくじさ、頼むからいい結果になって。藤本さん、あれを見てください。あ、おみくじですね。引いてみますか。そう言ってくれると思ってました。そうと決まれば急がないと。変わってなくても大丈夫ですよ。いやいや、善は急ぎです。大吉が出尽くす前に行きますよ。うん、いい運勢が出るといいな。本当に。さて、私の今年の運勢は、お、よかった、中吉。うん、いい感じ。若おじ先生は何だったんだろう。若おじ先生は何が出ましたか。吉です。吉ですか。もっと悪いのかと思いましたよ。そう、運勢としては悪くないです。でも吉は出現率が高いでしょ。ちょっとがっかり。もっと稀な目が出たら喜べたんですけど。ほう、目ってサイコロじゃないんですから。はい、これで初詣も無事終了。お疲れ様。赤おじ先生、今日はありがとうございました。どういたしまして。時間があるから先生家まで送っていきます。わざわざ送っていただいてありがとうございました。なんの、お安いご用です。それじゃ新学期に。先生、そろそろ課外授業お願いしたい。今年も一年いい年でありますように。よし、あ、春日から年賀状かな。あれ、どれだろう。課外授業かな。もしもし、若王子です。あ、若王子先生、どうかしたんですか。来週の日曜、課外授業をしようと思ってます。先生、待ってた。あの、参加者が少ないので来てもらえると助かります。はい、参加します。よかった。じゃあ次の日曜、遅れないようにしましょう。それじゃあ。今度の日曜日か。寝坊しないようにしないと。じゃあ今日は久しぶりの課外授業に行ってきたいと思います。
よかった、間に合った。おはよう。これで全員揃いました。それでは出発です。はいはい。そこは先生の弱点です。拍手。さあ早く温まりに行きましょう。目指すは温室です。はい。もしかしてそのために植物園？どうしたの？いや、そこをくすぐると先生爆発しますから。どこ？どこくすぐったの？ようやく温まってきました。羽ばたき市にいながらにして南国気分が味わえましたね。植物の形が面白かったです。ええ、温室の植物とは進化の過程が一味違います。先生も見ていて飽きないです。やったね、バッチリ好印象。どうしたの？もうされるがままです。なんかもう感じてる顔してる。今日の課外授業、とても勉強になりました。はい、大変よくできました。君たちと勉強するのは先生も楽しい。皆さん、本日の優等生に拍手。どうしたの？また来ればいいです。はい、じゃあ今日はこれで解散です。皆さん、また学校で。いや、反応が結構いい感じになってきて、課外授業も楽しいな。ちょっと寝とくか、今週。先生。藤本さん。や、今帰るところ？はい、一緒に帰ってもいいですか？どうぞどうぞ。よかった、それじゃ行きましょう。もうこれ東大の話聞き切ったかな。若王子先生、東大の噂って何か聞いたことありますか？東大？姉ヶ崎の灯台のこと？はい、いろいろ噂があるみたいで。灯台のことはよく知らないけど、姉ヶ崎っていう地名が羽ばたき市の名前の由来になってるらしいです。あ、それね。へえ。先生が知っているのはそれくらいです。そうですか。今度までに何か考えておきます。わざわざ考えてもらわなくても。先生、一緒に下校できたらもう終わりにしようかなと思ってた、そろそろ。若王子先生。藤本さん。や、今帰るところ？はい、一緒に帰ってもいいですか？どうぞどうぞ。よかった、それじゃ行きましょう。ということで、今日はこの辺りで終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。